様おはようございます。今日は子犬のワルツを弾いてみようと思います。この曲はもう説明いらないくらい、ね、ご存知の方も多いと思います。ショパンのワルツ第6番オーパス64-1通称子犬のワルツとか、あと1分間のワルツとかって言われてますね。だいたい1分ぐらいで弾ける曲だからっていう、短いワルツとして言われています。ワルツというのはもともと三拍子の踊りのための曲なんですけれども、まあ、ショパンのワルツっていうのは踊りという域を超えて、この場合は当時恋人のジョルジュ・サンドが飼っていた子犬の癖、尻尾を追いかけながら回る癖があったんですけど、その子犬はその子犬を2人で見てて、ジョルジュ・サンドがこの様子音楽にして表せるみたいな感じで言ったら、うんっつってファッて弾いたのがこの曲ですね。まあそんな感じで即興的にって言ったらあれなんだけど書かれた曲です。でこの曲は3曲セットになってるんですよね。オーパス64は1、2、3まであります。1個目がこの子犬のワルツ、2曲目でちょっとなんか面白いなって私が勝手に思っていることがあって、最初の音が一緒なんですよね。これのワルツラのフラットなんですけどね、こっちはね。で2曲目のワルツはこっちはソのシャープなんですよ。呼び方は違うけど同じ音弾いてる。雰囲気は全く違うっていうのがちょっと面白いなって思ってます。まあ、ゆるくゆるく言っていこうと思います。私が今日弾いてるのはエキエル版って言って、なんか最新のショパンの楽譜、なんだろう、肯定した楽譜って言っていいのかな、を使ってるんですけど、例えばこれ、他にも全音からでも全音楽譜出版ってとこから出てる楽譜、微妙にね出版社によって音とか体を伸ばす場所とか違うので、どの楽譜を見て弾くかによってちょっとね弾いてる音とか違ったりするんですよね。エケル版の珍しいところは中間部あると思うんですけど、話なんですけど、タイで弾くか弾かないかの違いなんですよ。ここだと伸ばしっぱなしなんですよ。そういうね違いとかがあるんですよね。繰り返しの時に当てて、鈴の音だと言われてます。いいね、鈴っぽいかな。この曲本当なんかいろいろと解釈できることがあって、いろいろやれることがあるなって私は思っているので、毎回弾き方を若干変えてるんですけど、どれがいいかなって未だにちょっと考えてます。で、まあなんかね、この間あるピアニストの演奏を聞いて、最後そうやって弾くんだって思ったの。私は最後は若干小さくしててふわって弾くのが好きなんですよ。
こんな感じ。っていうのが好きなんですけど、この間あるピアニストがこう弾いてて、なるほど、ここをしっかり弾く、まあ、華やかですよね、こっちの方が終わりがね。私は個人的にはこう最後はあくびっぽくうわーみたいな感じで弾くのが好きです。まあこんな感じでぐだぐだ話してますが、どうですか。まあこんな感じで恋のワルツでした。